綺麗だね。空気も美味しいし最高。あ、ここってあの有名な童謡夕焼け小焼けをモチーフにした自然の里で、大自然の中で川遊びやキャンプができたり、動物たちと触れ合える場所があるんだって。すごいよね。ねえ、どこ行く？ふれあい牧場？川遊び？それとも帰っちゃう？あ、帰っちゃったらダメか。じゃあどこ行くか決めて。シンキングタイムスタート。チャララチャ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 、チャララチャ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 、チャララチャ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 。はい、決まった？ん？ふれあい牧場？すごい、私もふれあい牧場に行きたいと思ってたの。以心伝心、すごいね。じゃあ早く行こう。今僕ができることと言えば、ぴょん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 。ここは可愛いウサギやモルモットと触れ合える場所なんだよ。ストレス社会で暮らしている私たちにとってはオアシスみたいな場所だよね。早く一緒に遊ぴょん。ぴょん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 。暮らし今日も暖かい日和で、縁側に君がいるかも。歯茎がすごい。あー楽しかった。いろいろな動物と触れ合えて、私のどす黒い闇の部分が全部消えていったよ。ねえねえ、なんかポニーが美味しそうにご飯を食べているところを見たら、私もお腹が空いてきちゃった。せっかくだからキャンプ場で何か一緒に作ろうよね。